あたりで雨がぱらつきましたが、日差しがまた戻りました。今の気温は8度です。変わらずホーム強めの追い風水面で、準勝戦2つ目のカード第11レースを迎えました。出走メンバーは1号艇埼玉の平石和夫、2号艇福岡の国崎義春、3号艇埼玉の白井智春、4号艇群馬の土屋太郎、5号艇群馬の佐口達也、6号艇福岡の中辺周作、以上の6人の選手によって争います。輸出大本命1号艇の平石和夫がゆっくりと1コースへと入ってきます。前半戦1着ドリーム含む4勝の平石がインから堂々押し切るか。2コースに芦屋目下2節連続輸出中です。走り慣れた地元水面です。2号艇の国崎義春、3コース3号艇の白井智春、後方に引っ張っていく4コースが4番の土屋太郎、5コース5番の佐口達也、そして大外6コースは地元6号艇の中辺周作。準優勝戦2つ目のカード第11レース、枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタート3秒前。スタートしました。準優勝戦の第11レース、スリットが出ていくのは1号艇の平石和夫。1周1マークの旋回、インから逃げる1号艇の平石、さあ握ってアタック、3号艇の白井智春、バックストレッチにまくらせない、インから押し切った1号艇平石が先頭。スタートは前提正常でした。先頭は逃げた1番の平石和夫、その後ろ2番手は3番の白井と4番の土屋が並走。1周2マークの旋回、トップ旋回は1号艇の平石、握り込んだ3号艇の白井、内から運ぶ4号艇の土屋、ホームストレッチ2番手は3号艇の白井智春がリードを奪ってきました。4号艇の土屋は3番手、その後ろに5号艇の佐口、後続は2番の国崎、6番の中辺。西の1マーク、トップ旋回は1号艇の平石和夫、2番手が3号艇の白井智春、3番手4号艇の土屋太郎、さあ迫ってくる5号艇の佐口達也、4号艇5号艇、その差わずか1点審査となっています。4号艇の土屋に食い下がってきました5号艇の佐口達也。レースは西の2マーク、トップ旋回は1番の平石、2番手は3番の白井、そして3番手4番の土屋先行する。切り込んできた5号艇の佐口、3番手は5番の佐口、4号艇の土屋惜しくも4番手に後退。上位の体系は1番3番5番です。3周の1マーク、トップで旋回は1号艇の平石和夫、2番手が3号艇の白井智春、3番手が5号艇の佐口達也。上位の体系は1番3番5番です。この135、3連単オッズは 16.5 倍です。ドリーム男平石和夫、インから堂々と押し切りました。芦屋連続輸出へ向かって最後のホームストレッチ、1号艇の平石、2番手は3号艇の白井、上位2艇は1番と3番、そして3番手が5番の佐口。まもなくゴール。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン。以上、全艇ゴールインしました。